そしてトゥルーフィッシュの山井です。はい、お願いします。はい、先ほどはホームランプロジェクトありがとうございました。ありがとうございます。おかげさまで無事一本本当にありがとうございます。これですね、脇が、はい、脇が甘かったです。ちょっと締めてグー開けて締めてで、そうですね、はい、頑張ります。ありがとうございます。はい、で、僕いつも山井さんと会うとき必ずグローブの話をするんですよ。すごいやっぱりグローブに対する熱い思いを、はい、持っているので、グローブ自体は結構好きで何個か所持して、うん、で、まあ、現在に至るって形なんで、はいはい、でいつもありがたいことにはめさせていただいて、いやすげえなって毎回思うので、で今回やっとちょっとタイミングがあって紹介していただけるということだったので、とっておきのグローブ2つを紹介してもらおうかなと思います。お願いします。はい、じゃあまず1個目をちょっとご紹介の方をお願いします。はい、おっと、これは山本グラブスタジオ。そうですね、 YGS ですね。僕も持ってるんですよ、実は。これ公式用のグローブで、はい、ってことはこれ定番って言うんですかね。最近やっと定番化してベースマンとかに置いてあるような、はい、モデルよりちょっと前の、はいはいはい、試作品の段階で作られた、YGS さんの TG レザーっていう、プロラインのグローブですね。まさか受点皮が良くて。なるほどなるほど。ところですかね。これちょっと分かりづらいかもしれないですけど、分かりづらいですか。これ艶分かります？これナイターで照明あるところでやりたかったなって話をさっきそうです、ね、してたんですよ。でこれいざじゃポケットの艶見れば分かるかな。えげつないなって。そうですね。これだってオイルは入れてないっておっしゃってます。オイルはほとんど今も今日もノックして膝でちょっと擦ったぐらいなんで。いやだからあまりいつもはめさせていただけるんですけど、いいよいいよって言ってやってくれるんですけど、正直恐れ多すぎて握れないんですよ。いやいや、山井さんのグローブ手入れて入れただけでとんでもないのが分かるので、いやこれは握っちゃダメだ握っちゃダメだと思ってっていうぐらいで軽いっすね。軽いっすね。やっぱ皮が良くて、はい、まあ、そんなにオイルを入れないようにしてるっていうのもあるんで、はいはいはい、それで逆にまた軽くなっていく。余計な油分を入れずに、もともとの皮の油分だけで、最初から成り立つような設計をしてるんで、はい、そうですよね。 YGS の公式用って言えばそうなんです。そうですね、っていうイメージは僕もあるんで、でそれが続けていくと、まあ、こうなると、この照りが出る。そうですね、艶じゃないですよね、照りですよね。そうですね。いやーすげえ。これなんかあと僕いつも話聞いてて、ここに特徴があるなっていう。そうですね、いうふうに聞いたので、ちょっとそれ説明していただけないかなと思いまして。ポジションが内野をやるときは基本サードなんで、まあ、なるべく、逆シングルでしっかりボールをつかめるように、この人差し指と、ウェブと親指でしっかりつかめるように、こういった形で、で深いところまでしっかり取れるように、でゴロもしっかりさばけるようにっていう形ですね。なんでこのこっち3本で開閉をしていくような形です。そうですね、片付けはご自身で。そうですね、一旦山本さんが片付けしたものをもうちょっと自分寄りに、なんていうの、手で揉んでで、ここまで来たかなっていう感じですね。そうですね、山本さんのグローブって最初親指めちゃくちゃ硬いですよね。そうですね、立ってるって言ったら、もともとこれもやっぱここが全然潰せない感じだったんですけど、このグローブはまあ潰しては使ってないんですけど、やっとまあこの辺りぐらいまで来たかなっていうところですね、はいはい、で人差し指が中心に来るような。そうです、そうです、そうです、折り方ってことですよね。はい、あんまり見ないじゃないですか。そうですね、なんですげえなって。だグラブを置く時も横にしておいてるんですよね。そうですね、ここの補給面のこのシワが入るように、うん、ここね、小指寄りのシワって言ったらいいのかな、ここのあたりのシワが入るような形でグローブをこうやって保管するような感じですね。もうだからそれがやっぱりこういう型じゃないとそういう置き方しないじゃないですか。そうですね、軟式用のグローブでやったら本当ただの座布団みたいなぺっちゃんこになっちゃうんで、補給面がしっかり硬いからこそできる、うん、保管の仕方っていうところですかね、はいはい。まあ、なので公式のグローブの方は真似してください。そうですね、ぜひ、まあ、あとはその自分の型を、はい、こういう風にしたいからこういう保管をするっていうような、うん、目的があればいいかなとは思います。はい、わかりました、すみません、ありがとうございます。でもう一個とっておきのを紹介していただこうと思います。はい、同じ YGS さんのファーストミットです。おお、来たー、まさかのまた YGS。 そうですね、これ比較的新しいですか。これもこれ新しいですね、10月の1週目くらいに買ったんで、まだ1ヶ月ぐらいで。まだ1ヶ月ぐらいですね。これも山本さんのところで。そうですね、山本さんのところに行って、先ほどの内野用のグラブを買った時にファーストミットも欲しいなということで、ずっと狙ってて、やっと、まあ、満を持して購入したっていうところですかね、はいはいはい、なるほどなるほど。これも公式用で。これも公式用です、同じ革ですね。でそんなに閉じるようになってるのがすげえなっていう。そうですね、もともと比較的柔らかめに片付けしてあったんで、それをはめて
どうしてもやっぱりあのオーダーであと手元に来るまでがちょっと不安な気がするんで、あのその場にあるものをあの買うっていう形で今までずっとグローブを購入してるんで、はいはい、あの見て触って匂いを嗅いで、でそれでグローブを購入するっていう形で毎回グローブを買うようにはしてます。まあいい革のグローブって匂いめちゃくちゃいいですからね。そうですね。なんかこちらのグローブも形の特徴とかっていうのがあれば。そうですね、型的には、まあ、そんなに深くない、あの比較的操作性のいいファーストミットですからね、まあ、多分形的にもオーソドックスな癖のないような2ピースのウェブになってるんで、はいはい、まあ、誰でも使いやすいのかなとは思います。あとはグローブをいじるのが趣味でもあるんで、先ほどの内容も全部一回芯のあたりをこの土手を一回開けて芯がどういう風になってるかをちょっと確認させていただいて、あこれは芯が強いなっていうようなやっぱ設計をされてたんで、へたらないようなあのしっかりいい設計してるなっていう感想を持ちました。こっちも開けてるんですか？こっちも開けてます。すげえな。うわ、一回焼けたら大変じゃないですか。まあでもやっぱそこまでがやっぱ片付けになるんで見ながらやるとダメだな俺も。そうですね。このね YGS2 つご紹介していただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、でもう1名、グローブ紹介に、来ていただきました関根さんです。はい、お願いします。お願いします。あ、ちなみに、はい、これ結構前の T シャツじゃないですか。はい、いつから見てます？今今年20歳になるんですけど、はい、自分が中学3年生の時からです。ってことは中3 15歳の時に翔平さんがツイキャスとかやってた時に見てました。ツイキャス時代を感じるなぁ。すごい、ありがとうございます。はじめまして、亮平と申します。お願いします。はじめ1年前に開催したんで引き続きお願いします。はい、で、今もう見えてるかな、これまた気になるグローブお持ちだったのでお声掛けの方させていただいたんですけども、こちら紹介するの、自分が紹介するのは初めてかな。レジェーラ、所沢にゆかりがある。そうですね、我が所沢にゆかりのあるグローブなんですよ。知ってる人は知ってる。そうですね、てかもう全国的にも結構有名ですもんね。そうです。なんで意外と僕が紹介するの初めてだったんで、こちらなんか形の特徴とかってありますか？大きさがマイナス 0.5mm。 あ、ちょっと小さく。そうですね、少し小さめでポケットが深め。どうやって伝えたらいいんですかね。あー、なるほど。だからしっかりと閉じるグローブっていいですね。そうですね、あの、はいはい、軟式野球を今やってるんでしっかり取らないといけないなと思って、はい、今深めで設計してます。はい、ちょっといいですか？はい、ありがとうございます。軽いね、やっぱレジーラのグローブってかなり本当に軽くて、まあ、レジーラの代表の方って僕もちょっと前から知ってたんですよ。で、あの高校の時にちょっとお世話になった方なんで、でその方知ってるんですけどもの片付け。そうです。なるほど。最初水もみしてもらって、はいはいはい、大体の少し使えキャッチボールとかで使えるな程度の片付けをしてもらって、そこからは自分で手で揉んだりとか。そうですね、自分の型を作っていくっていう感じで。これ多分ジュテルレザーですよね。はい、レジェラとか。そうです。ジュテルの革でこういうカラーリングは僕初めてなんですよ。あ、まああんまりジュテルの定番品でもアトムズで多いじゃないですか。はい、タンとかオレンジとか、はいはい、自然色に近いようなイメージがすごい強かったので、はい、こういうカラーリングのグローブってすごいなんかどうなんかなって思ったんですよ。革質全然落ちないなって、油分多いなっていうのはすごい感じますね、このグローブ。黄色と青が好きなんですけど、革の色が濃いほど革が硬いので、うん、そうですね、やっぱ染色される、より染色されるじゃないですか。はい、なので柔らかくしたいっていうところは黄色にして、うんうん、ここはがっちりしたいっていうところは青っていうか紺っていうか、はい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 、そういう色にしてます。なるほど。じゃあまあ主に言ったらここですかね。そうです。とウェブか、化けないように。そうです、そうです。いやー、これでも刺繍入ってないんですね。そうですね、もごもごするのがあんま好き。あー、なるほどなるほど。でも直刺なんで、これは刺繍みたいなもんですからね、言っちゃえば。これちなみに、はい、僕すごい高いイメージを持ってるんですよ、レジェラって。はい、どのくらいですか？これは6万6千円になるんですけど、やっぱはめてみたら金額じゃないなっていうのがすごいわかります。また、そうですよ、僕も高いのは知ってて、でもまあ今日初めて触ったんですよ、レジェラ。いやー、確かにその値段はするわっていうような品質はします。本当にします。買いたくなっちゃいます。うん、いやもうずっと前から買おうかなって言うんです。ここの先輩がレジェラ持ってたんで迷ってたんですけど、実は触ることがなかったんで、ちょっと初めて触ってみて、とんでもねえなって。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ということで、本日は練習会に参加していただいた翔さんのグローブの方、ご紹介
紹介させていただきました。2人とも元にグローブジテルレザーで今回はくくらせていただいたので、まあ、そういった中でも単色だったりまたカラーリングだったりメーカーも違ったりっていうところで、まあ、ジテルレザー今いろんなメーカー使ってるので、ぜひぜひ、そういったところもチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録コメントグッドボタンよろしくお願いいたします。それではあいしょー。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。